どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もテクニカル分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。名実ともに10月相場入りとなった今日1日、株価は大きく反発、38,500 円の節目を突破してきました。そして今日1日の夜からはアメリカの景気と雇用に目線が移っていきます。そこで今日は現状のデータと、あとね、ドル円、為替の動きなんかを軸に SQ 値に向けた日経平均のシナリオを考察しています。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速10月2日日経225オプション考察始めていきましょう。はい。それでは10月1日の相場概況からです。日経平均 38,651 円、732円高、プラス 1.93%、トピックス 2690.78、プラス 44.84 で、プラス 1.69%、グロース 665.79、プラス 13.16 で、プラスの 2.02% となっています。次に売買代金ですね。プライムが4兆1843億円、スタンダード1001億円、グロース1236億円となっています。次にビックスと VI ですが、ビックスが 16.73、昨日 17.14 でしたから、やや下がってきています。そして日経 VI は今日は大きく下がりました。昨日 28.23 あったんですが、今日終値では 24.75 と25を一気に割って、マイナス 3.48。ということで、さすがにちょっと石破ショックでボラティリティが吹き上がった。欧米に比べてね、日本だけが異常に、株売られて下がって、ボラティリティ上がってたものが、今日一日でかなり巻き戻ったというかね、是正されたような形になっています。はい、今日は、先週ご紹介をした、相場さんの新刊についてのご紹介になります。株は技術だ、新装版ということで、新たに、本が出版される、これを記念してですね、なんと先着2万名様に、本、これ紙の本がデータではなくてね、紙の本が無料で届く、そんな美味しいキャンペーン今やってらっしゃいます。はい、相場さんですね。で、テクニカルを中心に初心者向けに分かりやすく書いてる本なんですが、特徴的なのは相場さんはね、いろいろ面白い、ワードでローソク足、チャートをこう解説されてると。下半身とかくちばしね、いろいろ面白い。で、下半身は私が説明しているところの上昇とか下落の WMA クロスとほぼほぼ同じような指標。これはですね、そもそもグランビルの第一法則っていう本当にもう超絶古典の重要なサインがあるんですが、こちらを応用されているということで、私もね、非常に、なので、似たようなことをお話ししているので、私自身すごく、ためになるし、同じようなね、目線で解説されているので、自信がつくというか、そんなところです。で、もう、それ以外にもね、勝ってる人は勝率7割なんですよとか、それから再現性のある技術を使おう。だからシンプルなチャートで、勝率全部勝ちに取りに行かないと。負けるところはしっかり負けて損切りをして次に、これ結構大事なんですけれども、こういったね、基本のことがしっかりと書いてあります。はい。ということで、先着2万名、ね、在庫が切れたらこういうのは終了します。で、無料でもらえるからといってね、最近ね、これ先週も言ったんですけど、プロモーションとしては、最近はですね、1章だけ試し読みみたいな、そんなせこいプロモーションよりも、1冊丸々ね、見ていただいて、そして興味を持っていただいたり、ファンになっていただく方が、その先にね、やっぱりビジネスとしては、いいというところで、こういうプロモーションは普通です。ですからなんかね、一冊本がもらえてうさんくさいなとかっていうのは、もうそういう時代ではないので、こういうね、キャンペーンに出くわした時ってのはものすごくチャンスなんですね。なので私もこういうのを見かけたら応募しているんですが、ぜひテクニカルは絶対嫌いだという人以外は、ためになると思うので、興味のある方ね、こちら概要欄にリンク貼っておきます。在庫が切れる前に申し込んでおいていただくと、いずれ、お手元に紙の本が届くんでね、楽しみにしていただければと思っております。概要欄の方ね、チェックしてください。はい、それではチャートを見ていきたいと思います。まずは日経平均の現物です。大きく下がった後のちょうど真ん中、これね、陰の陽ハラミということなので、株価が高値圏とは言わないけれども、戻り高値圏でもあるので、そこまで強い反発サインになるかと、もっとそこでね、この形が出たらっていう部分はあれど、でも一旦、この石破ショックっていうのを、止めたというか、止まったというかね、そういうチャートの形にはなってます。ここから急騰するかどうかは別としても、私は37,000まあここはね25日は 37,500 円近辺にあったんですが、か 37,350 か 37,000、 これは昨日の動画とかカブラボでもお話をしていた、まあそもそも 37,000 円を割り込まなければまだなんとか踏ん張れるというお話をしておりましたが、まあ 38,000 円すら割らずにということで、これ下値をね少なくとも 38,000 円、つまり 38,000 円台っていうところを一旦目先は落ち着いたのかなと。もちろんここから、来週に向けてずるずるっと下がる可能性は全然あってね、ここが逃げ場だったということも十分あるので、まだまだ慎重に見ていく必要はありますが、今日冒頭でも話したようにボラティリティがかなり下がった上でしっかりと下げ止まって上がってきた。あと為替との対比を見ても、それからオプションの手口を見ても、これこの後順番にお話をしますが、全体的には一旦底堅い 38,000 円を下値に、少し上に向かいつつあるのかなというところ。ただしアメリカが景気と雇用の指標ウィーク、今日のもう夜、今日ね23日、1日の23時からデータが出てくるんですけど、ちょっとこの動画収録編集中なのでね、ちょっとさすがに間に合わないんで、もしかしたら動画がアップされるときに、今日の ISM の製造業の方でね、ちょっと大きく株価が、下落の方向に向かう可能性はありますが、そのあたりはしっかりと、この動画を見てくださる頃には結果出てると思いますけれども、ただ今日の現物の終値時点ではしっかりとした形になっています。先物で見ても、ここしっかりと今日戻ってるんですよね。ただちょっとナイトに入って少しもたついてはおりますが、ということで 38,550 円ぐらいまで200円ぐらい下がってきてるんですけれども、ただしっかりとね、今日は上昇して、やっぱり陽線が多いっていうのは、なんやかんや、一旦、石破ショックはあったけれども、もうその半分は回収しましたからね、そういう意味ではある程度落ち着いてきたんじゃないかなと思っています。で、昨日30日ですね、今日1日だったので、9月の足が、昨日ちょっと見るの忘れてたので、今日、9月の月足ベースで見ておきます。これ、日経平均の月足ですね。で、一応ここです。9月、これで7、8、9と、3ヶ月連続陰線ということで、これでもう完全に7月高値から崩れてきてるのは間違いない。そりゃそうですよね。史上最大の下げ幅があったわけですから、えらい。月足で見たら本当にバグってんのかというようなチャートになってますけれども、引き続き9月も戻りきれなかったということですね。陰線で、大きな下髭陰線で終えています。ですから、月足ベースで見ると明確に崩れてきて、これ5ヶ月、キロがね、5MA ですから、5ヶ月移動平均を割ってきているというところですね。ただし、1年の平均である12ヶ月移動平均は割らずに踏ん張って、そして10月1日の足ですけれども、切り返してきていると、こんな状況なんですね。で、これをフィボナッチ、どこのフィボナッチを取るかで、果たしてこのフィボナッチにどこまで意味があるのかというところはありますけれども、一つ根拠としては、日本株が大きく上昇する前、直前の23年の1月の安値と、それから24年の、7月高値かな。ここでフィボナッチを取りました。で、この大きな上昇がね、2段階ロケットのようにありますが、ここが23年の、4、6ですかね、バフェットラリーで上がったところ。そして次が今年24年の1、3月の2段ロケットのね、上昇。これを経て高値つけて急落という状況ですから、このフィボナッチで見るとですね、一応 23.6%、高値42,000円をちょっと超えたところ、42,400 円まであったのかな。そこからの23.6% 押し。これが 38,470 円。ざっくり 38,500 円なんですね。で、ここを9月は一旦下回って引けたんですけど、今日700円。切り返してきたので、一応1日の終値だけ入ってるんですが、この 38,470 円というポイントを超えてきた。つまり 38,500 円を抜けてきたというところですね。はい、これは WMA フィボバンドで見たところの、上限のところの攻防とかともまあ似てきている位置なので、 38,470 よりも上でいる分には安心感があります。ただここ割ってくるとね、次の12ヶ月移動平均が 37,800 円ぐらいのところにいるので、ごめんなさい 37,800 円ですね。そうだから、まあ、38,000 円を割れてきたら次この12ヶ月移動平均ぐらいのところは、まあ、一つサポートというかね、節目になるのかなという気はします。で、短期で見ると昨日も、まあ、ちょっとご紹介しましたが、早い短期足はそろそろ天井アップアップのサインが出てきています。 S マークがついてるんですね。ただ5日線がまだ上向きですから、今日これ1日の21時14分、2日の足が出てますが5日線ちょっと下回ってます。でも5日線がまだ上向きなので、これ下落の WMA クロスになってません。つまりまだロング継続なんですね。ただしさすがにちょっと石破ショックから戻してますけど、引き続きいつまあこれ崩れてきてもおかしくない。もう5日線がですね、2日か3日の足にはこの辺うろうろしてる 38,500 円もだいぶ戻ってるんですけど、 38,500 円近辺でうろうろすると、ここが2日ぐらい日柄を待てばこれ下落に転じてきますから、その上で 38,500 円よりも上に居続けないと一旦ちょっと天井という形ですね。そうすると前回の高値付近で天井を迎えるので、もう一回このネックラインというかね、ここぐらいまで下がってくると、そうすると 36,000 円台前半ということにもなるので、まあ、少しここが5日線が下向きになってくると警戒が必要。マックリマーク2も同じですね。もうすでに青のサインが出て3日目ということになってます。下落の 5MA クロスでそのまんまショートサインということになります。はい、でこちらWMA フィボバンドで見ると、まあ、37,500 円のところがちょうどゼロラインです。で、その上、黄色い上の黄色が 38,750 です。ですから、こことここのレンジなんですね。で、今日は朝方、この 38,600 円だったんですよね、ここがね。1日足が出て、またさらに150円ほど上に、この黄色いのが離れましたけど、今日の時点では 38,600 円ちょっとぐらいのところにいました。で、そこで止まるか、超えるかというお話を、X でも入れたんですけど、ここが微妙に超えて終えたんですけど、ナイトセッションはこの黄色い線が上がるのについていけてないということで、今非常に微妙です。ここで押し返されればちょっと当然またゼロライン 37,500 円のところまで下がっていくという展開になるし、このまま抜けるとですね、まあ、ちょっと SQ は 39,500 円の方に向けて、この緑のところですねに向けて上昇していく、まあ、もしくは SQ 直前まで上仕掛けがあると、まあ、そんな展開になってくるので、まあ、今コールを売ったり先物ショートしてる人は引き続きこう今微妙なラインですね。上に行った場合は早めに止血するなり決済するなりを考えた方がいいかもしれません。で、今私はですね、これ昨日の動画でも言ったんですが、プットバタフライで一旦ここ下に下がるというふうに読んで、ここにバタフライ入れたんですが、今日大きく上昇してるので、まあ、とりあえずいきなりレンジオーバーしてると、ね、こんだけ広いバタフライポイント入れて上に外すかというとこなんですが、なので今日は4万円とね、4万250のコールデビットも入れました。で、これはインザマネー4万円超えないと当然ストライクにならないんで、SQ が私もまだ4万円を超えるとは考えていないので、まあこれ上に行った時に、まだあと1週間ぐらいありますからね、その決済できうるポイントまで。なので上にポンポンポンと今週の ISM とか、それから雇用統計で上っ離れした時のために一応デビットでこの辺のコスト回収をしようと。ただ途中で折り返してくるので、その時にファーのコールを売りつつ、まあ、あわよくばコールを少し利確をしてですね、でコールの2枚売りになるので片方をどっかで決済してファーのコール売りを1枚持つ形で、まあ、結果的にはねこの辺に SQ 来るんじゃないのというところを見ています。下はこれプットレシオも入れているので、ここは今のところ全部利益になってるんですね。さらに 29,000 円台でもレシオ入れてて、もうこれは利確したんですが、60円ぐらい取れたのかな。ボラティリティも大きかったし、なのでもう今となっては 29,000 円とかね、あるわけないよぐらいの価格になってますが、10月切り入ったばっかりの時は結構ついたんですよね。はい、なので、まあそういったところボラティリティが高い中、ファーのプット売り、まあちょっと証拠金が高かったので、ヒヤヒヤしましたが、もうこれも決済できたということなので、それでね、この辺のコストは今解消しているので、まあ私はね、37,500 円から37,300 円ぐらいに SQ 値がなれば、ここが満額利益になるので、すごく嬉しいと。下も利益になるしね。上のデビットはさっき言ったようにうまく決済できたらいいなと思っておりますが、まあ、世の中そんなに甘くはないので、上のコールデビットがまあ外すパターンになっても、私のポジショントークは 37,500 円ぐらいで SQ 値を迎えるという形、つまりこの辺で押し返されてほしいと思って今ポジションは入れています。はい、でアメリカの金利はちょっと下がってきて落ち着いてきました。はい、なのでまあこういう部分はね、株価にとってはなんやかんや底堅いのかなという気がしますが、ちょっとだけまあ石破ショックから明けて少しボラティリティが落ち着く中で少しだけ動きが変わっているのは10年金利差とドル円の動きです。目先10年金利、これアメリカの金利が下がってきてるんで、まあ、ちょっとこう金利差がまたとですね縮まってるんですよね。つまり本来は円高の方向に金利差が動いてるんですけど、目先はちょっと円安方向に来ていると、ここちょっとダイバージェンスなんですね。まあ言うても今日というか、まあ、今日の夕方からはほとんど円安に対して動いてない、むしろちょっと144円ぐらいまで行ってたところから押し返されてるんで、まあ、少し金利が下がってドルが売られて円高方向に目先ちょっと動いてるんですが、ただ1日2日で見ると本来はもうちょっと円高に進んでもおかしくない動きの中、円安への巻き戻しが来ているので、まあ、そういう意味ではね、またちょっとここで金利がね上がってくる形で金利差がまた広がってくると、まあ、ススッと円安が進んで気がつきゃ145円ぐらいまでいってるというなんか流れになるかもしれない、まあ、そうなると先物は底堅いですよね。なので、まあ、ちょっと目先 ISM と雇用統計 ADP ジョルツこの辺りでですね、アメリカの株が崩れなければ、まあ、今週はまだまだ底堅い 38,000 円を下値に、まあ、割と日経平均は底堅い展開になるんじゃないかというふうにはイメージをしています。アメリカの SP500 の CFD ですけど崩れないんですよね。はい、まあ、ちょっと目先金利が下がってきてるのでここのところスッと上がってはいるんですが、まあ、一気にね上昇するのはさすがにもうこちらももうずっと高値更新、ニューヨークダウだけじゃなくて、なのでまだアメリカがしぶとい、まあ、今週の指標で崩れなければ、まあ、日経平均先物もしっかりしてくれるんじゃないかと、ドル円の動きと合わせてね、まあ、そんな期待は持っています。はい、であとは今日10月2日もう先ほど言いましたように23時にジョルツの求人と ISM の製造業、まあ、ジョルツもそうですけどやっぱりねこの ISM の製造業の方が前回 47.2 に対して今回 47.5 ですから若干いい。でも50よりは下回ってる。これ50よりも下か上かアンケート調査ですから、50よりも下か上で天国か地獄かというところですね。まあ、引き続き製造業はずっと50を割れてるんですが、少し予想は良くなってる。なので47.6 とか 47.7 とかが出てくると、まあ、景気がしっかりしてるというところで、まあ、これは素直に。大きな株高にはなんないですけどね、あまり良すぎるとまた利下げがどうなるこうなるで株が逆に動くこともあるので、まあ、大体予想通りぐらいでちょっといいぐらいが出ると、まあ、底堅いんじゃないかなという気が、まあ、引き続きね今のところ 0.5% の利下げを、まあ、過半数織り込んでますから、その辺りが崩れなければ引き続き少し金利はまだそんなにね上がっていく方向にバイアスはかからないで円安方向というところで、先物はしっかりと38,500 円を軸にまたじりっと600、700の方に行くんじゃないかなとは見ています。なのでそれを踏まえてちょっとオプションのポジションね、はいまあ、一応バタフライとコールデビットでケアしてますが、上重いようだとファーのコールを打ってすぐに手を打とうと考えてはいます。はい、ここからはオプションの手口です。今日は株価が700円ぐらい上がってるんで、それはコールの方が強いだろうなと思いましたが、コールがまあ海外勢 6,955 枚に対してプットが 1,988 ですから3倍、まあ、そこまでね多くなかったんですが、やっぱりプットがねスカスカなんですよね。コールは約 7,000 枚に対してプット 2,000 枚しかないので3倍以上コールが出ています。でそんな中でも突出して多かったのがコール 39,000 円、これが 3,918 枚ということで、そうですね、今 ATM が 38,500 円ぐらいまでちょっと下がってるんですが、かなりここが意識されて、まあ、例えば 39,000 円とか4万円のコールを売っている人にとっては、まあ、ヒヤッとする場面に今なりつつあるというところも考えると、ちょっとこっちがね買い長か売り長かは分かりませんが、下今にしてみるとやっぱり3万8000円のところでコール買いのプット売りで、そんな中石破ショックでこれがね外したのかと思いきやぐっと全然3万8000円を割り込むような動きにならずに、まあ一旦もちろん割ってるんですけどね、そこから急激に戻して今日なんかは一度も3万8000円を割るような、まあ、そんな心配にはなってませんから、そう考えるとやっぱり3万8000円も上で推移していく中で3万9000円が視野に入ってくる中でここが一気に増えているというところなので、まあ、やっぱりねちょっと3万9000円というところも買い長基調で調整してきてるんじゃないかと、まあ、もしくはね3万9000円を買って3万9500を売るっていうようなポジションを入れたりとか、まあ、そんな形かなと。で4万円よりも超えることはなさそうだみたいなのがね今週の月曜日には見えているので、まあ、そういう意味では3万9000円を軸として上下500円ぐらいが、まあ、3万8000円から3万9000円の間、これぐらいを今ある程度視野に入れて、まあ、各大口が調整してるんじゃないかなという気がしております。はい、次にゴールドマンです。ゴールドマンも3万9000円のコールを200枚。で、あとは、38,375 チロッと入れて、まあやっぱり 39,000 円のコールですね。プッと入れてません。はい、ということで、まあこのあたり 39,000 円も500枚を超えてきたというところですから、まあここは素直に買いで対応したんじゃないかなという気がしております。引き続き、まあちょっとゴールドマンはですね、ここが下の方買ってれば、これで一応デビット。でこの辺も少し買いを入れて、でも上は4万円付近は売りでというとこですから、まあ、3万8000円よりも上で3万9000円に行ってもいいようにちょっと調整してきたんじゃないかなという形で読んでいます。プットは全部売りですからね、少なくとも3万8000円よりも下がらないというプット売りでプレミアムを稼いでいるのかなという気がしております。はい、次にアムロですが、アムロが約4倍近いですね。コールが3955、プットが1095というところで、もちろん3万9000円のコールが2000枚を超えて、まあ、一番大きい、まあ、海外勢の約6割ぐらいのやっぱり影響度がありますからね、枚数だけで言うと、はい、なのでまあこんな感じかな。でもコールの方がね、全体的なバランスよりもさらにアムロはコールの方が比率が高くなっているというところで、まあ、アムロの場合はですね、上の方はやっぱり4万円で売り長なんですけど、まあ、結構売りと買いが双方コールとプットで同じようにぶつかっているというところですから、ちょっとね状況が分かりづらいんですが、まあ、でも少なくとも3万8000円よりも上で今日3万9000円をまあ大きく調整してきたのかなと。全体的にはアムロも3万8000円から3万9000円ぐらいを今のところね見て調整してきてるんじゃないかというふうには予測をしております。はい、次に昨日も見た海外勢のコールとプットの取引枚数ですけれども、まあ、今日はやっぱり日経平均700円高っていうのもありますが、さっき見ていただいたようにね3倍4倍コールの方が多いということで、コールが 63,885 に対してプットが 28,767、実に 2.22 倍。これはですねなかなか、さっきねチャートで月足で見ていただいた23年の46バフェットラリーと24年の13の、まあ、いずれも 3,000 円ずつ以上上がったような大きな上昇の時に、まあ、海外勢ねずっと言ってますがコールとプットの差が、まあ、1.75 倍以上っていう現月、この時はだいたい SQ が、まあ、前月の SQ に比べてポーンと上に行っていたという形で、今回は 2.22 倍ですからね、その中でも結構大きいんですよ。ちょっと比率がねコールが多いというよりはプットが少なすぎるという気がしなくもないんですが、まあちょっと10月切りこれぐらいの海外勢、もちろん買い長か売り長かは分からず単に売り買いの枚数合算してるだけなんですけど、でもねこれだけでも割とこう方向性得られるものがあって、10月切り今こんな状況で進んできているので、まあそう考えるとねやっぱりちょっと3万8000円よりも上でSQ 値を見ているのかなという気がしています。もちろんここからアメリカの指標が悪くなってですね、買ってるコール、まあ買ってるかどうか分かんないにしてもトレード枚数が多かったコールを一気に逆決済してコールの枚数が跳ね上がって、でも実際のポジションはプットサイドに寄っているっていうことも十分あるので、もちろんねこれだけで毎回毎回当たるわけではないですが、それでもこの傾向が出ている現月っていうのは総じて前現月の SQ 値よりも高い、まあ、それこそ1000円1500円上で決まったりしているので、それを考えるとねちょっと上の方の警戒は引き続きしておくべきかなという気はしております。はい、最後は先物です。今日は29万8800ということで、約30万枚。そこまで大きくなかったですね。700円上がってる割には。今日全体的なプライムの売買代金自体も、多いんですけど、そこまでね、大きな動きになってませんでしたから、月初ですけど、月末の方にいろんなリバランス等々の動きがあったかなという気がしております。はい、なので、ゴールドマンも2万枚、そこそこ多いんですけれども、突出して多いというわけではないし、全体的に30万枚ですから、普通の仕掛けかなと。で、2週間連続売り越しているところから、石破ショックを経て、急激に売りの買い戻しが進んでますから、昨日今日ぐらいは割としっかりと海外勢買い越しにしている。だから700円も今日上がってるんだと思うので、一旦かなり枚数減ったところから少し買いに転じている。これが今週続けばね、アメリカの指標を経てなんやかんや強く雇用統計通過すると見ているのであれば、オプションの手口も先物の手口も上という形になってきます。少なくとも昨日今日の動きだと、上に向けてしっかりと入れてる気がするので、まだね、もう一段500円700円の上昇があるかもしれないというところで、見ておくのがいいんじゃないかなと思っております。はい、ということでいかがだったでしょうか。明日の天気予報はですね、チャートはね、結構短期戻ってきていると。でもそろそろ天井付近っていう部分もあって、5日線が下向きに変わってくれば、一旦ちょっとおしめっていう展開になってきますから、そこは注意しないといけませんが、ただ、アメリカの指標の出る前のチャートから判断すると、そして為替の今のところ目先の動きを勘案すると、少し3万8000円を下値に3万8500ないしは3万9000円に向けた動きが期待できるのかなということで、太陽を覗かせております。はい、ということで今日の動画も役に立ったぞ、そしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンね、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。